大丈夫じゃない、一回やめていい、配信配信一回やめていい、あ、やってしまった、これは やらかしガチビチ、うっそ、あ、テロップに書いとこう、配信やめたら今来てくれてる人かわいそうやし、名前間違えた、名前が得た、ガチベ中、ガチベ終わったよ、終わってます、これでいいだろう、間違えた、あーあー、全然、ほら、あの画像は変えたんだよ、サムネイル的なやつ、名前間違えた、ガチイベ終わってます、で、み、19人、ありがとう、ありがとう、これでやろう、誰かさっきさクッキー投げてくれたでな、ありがとうございます、なんか名前表示されてないんですけど、ちょっともうちょっとライトを近くしたい、ライトを近くしたいので、ここにしたいんだけど、今何時、時間を見ます、もうすぐ11時ですね、10時50分、よいしょ、山ちゃんハートありがとうございます、よいしょ、下からおっ、よいしょ、イベント中よりもテンションが低い、そんなことないべ、うわ、あ、すごい、わ、すごい、山ちゃんありがとうございます、ライライもありがとう、すごーい、安定の遅刻っち、はい、そうです、はい、そうです、ママとさずっとさ喋ってた、シロくんありがとうございます、ツイッターにあったとある話題についてずっと話し合ってたこうやっていっぱいみんな言ってんだけど、どう思うについてママがすごい深く話してくれたもう投げるの残ってないんで大丈夫ですよ、もうイベントほらガチイベ中とか言ってるけど、もうイベント終わったんで、終わったんで、キーちゃん、キーちゃんって誰キーちゃんって誰、結婚して投げたでしょ、どうしたの、誰、キーちゃんって誰よ、どこにいんのさ、キーちゃんって、こんばんは、何の話か、いやー、ツイッターだといろいろあるじゃないですか、ママはツイッターやってないんでね、こういうのがあるんだよって、こういうのがあってさーっていっぱい見せてるうちの一つです、皆さんはツイハイですか、私はツイハイです、こんばんは、部屋、あ、配信の部屋が、はい、前と違います、前はあの白壁を利用してたのですが、今はとっても狭いお部屋にいます、とても狭いお部屋にいて、昨日まで配信してたところ私の部屋じゃないので、なんか早くなんか
この場所から いなくなった方がいいかなと思って別部屋です。これまでいろんな場所から私配信してるもんね。え、追配ではないけどよく見ます。なるほど。よく見るのも追配じゃないの？じゃあ私追配じゃないのか。追配ではないけど、追配ってじゃあ何？ツイートし、もうずっとツイッターにいて ずっとツイートしてる人のことか？じゃあ私違うじゃん。ずっとツイートしてないもん。ずっと見てるだけだもん。じゃあ追配じゃない。イエーイ、まだ星投げてくれてる、ありがとうございます。ヤマキュン、マサキュン、タカシーノちゃん、ペンライトありがとうございます。ありがとう。ナイトルーティーンかわいい。ナイトルーティーンじゃないよ。え、推しメンの名前でエゴサしちゃう。あらま、いいこと書いてあった？いいこと書いてあるといいね。どっちかっていうとツイートよりストーリー配。ストーリー配か。ライライありがとう。かわいいねこれ。クッキーホワイトデーのやつっしょ。かわいい。こんばんは。あ、イベントのランキング読みますか？どうしますか？どう？みんなの調子はどうだい？どうなんだろうか。でもって今ここじゃ見れないじゃん。私の今パソコンも何も持ってきてない。ダメじゃん。眉毛がすごいんだが。え、じゃあ隠す。帽子にしたるわ。フィルターで遊ぼう。あ、明るくていいじゃんこの方が。これぐらいがいいか。何後で書いてツイートしてくれたら嬉しいです。何を？書いて、そう、これさ、前髪さめちゃくちゃ伸びてきてさ、だいぶ伸びてきて、すごくない？ここまで伸ばしたのは初めてかもしれない。あ、ランキング、あ、ランキングを書いてツイッターに載せるの？みんなそれやってんの？え、そう、どっからタイミング、そう、あー、パソコンを持ってこなかった自分が今悪い。今言おうと思ったの。100位のやつ。ちちちち、一瞬男役に見えた。え、あれですか、あのなんだっけ、ベルサイユのバラ的な感じですか？
友達と電話して今日そのセーター着てた？これアンジー B です。すごい今なんかさフィルターのせいかさめっちゃ髪の毛赤髪でアリエルじゃん。アリエルアリエルだ、イエーイ、アリエルになれた、アリエルになれた、嬉しい。え、いいように言うなって。いや、いいように言うよ。私だってアリエル目指してんだもん。ビジュアリエルを目指してますよ。わあ、これぐらい赤だといいな。実際の髪の毛こんな赤じゃない。このフィルターの色になれ。 Under the sea。 あー、アリエルのショー見たいな。ベルバラにはあと10センチ欲しい。え、そんなことあり得る。はい、座布団1枚減らします。おお、いや、さっきさこのマイメロのね、このヘアターバンが、ヘアターバンこれすごい邪魔だったからさずっとつけてたのさ。そしたらさ程よくセットしてたさ、こっちに流してた前髪が全部ほらなんか分け目こっちになっちゃって、こっちになっちゃったからね、ちょっともう一回これやっつけてたのさ。でもいい感じに今手でやったら治ったかもしれない。え、後ろのカーテンの色くらいの髪色。え、オレンジは嫌なの。オレンジにはしたくないの。赤がいいの。赤、赤かピンクがいいの。私がアリエルなら、アリナちゃんがアリエルなら、私はセバスチャンを目指します。エリックじゃなくていいの？結婚してってめっちゃ言うくせにエリックじゃなくていいんや。セバスチャンになったらあれやん、だって私陸にもういるんだから離れ離れだよ。いいの？え、もう、え、何、え、もう10、え、15、もう15分経ったのは絶対嘘。え、絶対嘘だ。本当に？マジ？今日私何分から配信したか、これ自分で確認できるんだよねーと思ったけど、おっと、これ縦にしてる、じゃあ横画面にしてるから分かんないんじゃん。あー、やだ。まあいいや。65日配信来てくれてるみんなもありがとうございます。ありがとう。ん？45分から。えー、え、何、え、じゃあ、え、さっきだって11、さっき、あー今11時前ですねとか言ってたの。11時過ぎてんの？時空バグってない？これ大丈夫そう？え、時空、え、一瞬だけめっちゃ早く進んだとかない、ないんだよね。え、あ、そう。アンジー B 好きなの。アンジー B はそうね、あのあれだね、何、アンジー B はあのー、何着か持っててとても着やすいので着てます。あ、お礼配信なのこれ。あ、お礼配信って特別決めてなかったな。昨日ので完結したつもりでいちゃった。そういうもんじゃないんですかね。違うの？しばらくお礼配信ってするの？昨日みんなわーって言って、わーってなって、わーってなって、たくさん感謝の気持ちを伝えれたかと思って、今もまたありがとうございました、わわわわわわって、
言い続けててもなんかなあと思ってたんだけど、え、戸惑い。いつもありがとう、ライライありがとう、ありがとう。福屋さんも、あれなんだ、これクッキーでいいの？クッキーかな。アイシングクッキーありがとうございます。ありがとうございます。え。あ、今日はお疲れ様会のつもりでお酒準備してましたって。え、かわいい。だってみんなはどうなの？結婚して、は？ライライ、だもん、いなくなれ、この結婚していなくなれ。リナッチ4位おめでとう。お疲れ、リナッチでした。こちらこそ皆様ありがとうございました。皆様こそお疲れ様でした。いや、皆様の方がお疲れ様でした。飲みながら見てるようだって。おいおい、キタロウみたいなノリで言っちゃったじゃん。おい、カオピョン、カオピョンまで結婚してたんだ。ゴニョ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 、まったく本当にもう、なんなのさ、もう結婚してのお祭りは昨日で終わったのよのよ。え、我は電車です。じゃあおもろいこと言って。もう私は昨日のとか、まあ誕生日の時もそうですけど、もう結婚して祭りだと思ってます。はい、疲れましたねって、そりゃそうだよね。あんだけだって結婚してをさ、もう大政って何回言ってもさ、ねえ、あなた止まらなかったもんね。え、もうさ、なんて言ってほしいのさ、みんなは。あ、結婚してありがとうございますって一回言ってみようか、じゃあ次。ありがとうございますって。すごい、本当に、なんだろう、一気にこの活気づかなくなった瞬間が面白い、面白い、すごい、ありがとうみんな。あ、結婚してライライ、はい、ありがとう、ありがとうってみんなやってんの？え、どうなのよ、みんな他の配信の人のところで結婚してを投げてるのを見たことがないからわからんが、え、次のチャンスを待ちます。どのチャンス？あ、ザッチくん結婚してありがとうございます。あ、ワクヤさんも結婚して、はい、ありがとうございます。あ、ヤマちゃんも、あ、ありがとうございます。え、今日すごい、結婚してってみんなから、どうしたんだろう。え、すごい、ありがとうございます。あはははは、あははははは。キモ、あ、最低最低、キモは悪口、ほんまほんま、そういうとこやでな、ほんまに怖い怖いって。ねえ、なんなのさ。お、しませんとか、ごめんなさいと可愛く言ってますね、だって。おー、なるほど、そうなんだ。ブリッコリナッチでは嘘くさい、だって。ブリッ
個はねできないもんね私ね。ましてやこの髪型でぶりっこされても、あ、なんて言うんだっけ、カオピョン、あ、結婚してって、ごめんなさい、結婚してはしません、結婚はしません。でもありがとう。するかボケって、ボケなんて言ったことないし、ないしないし。たかしのちゃん初見です。あれ絶対嘘だ、いつもいたでしょ。今日はあの穏やかに行こう、今日は穏やかに、穏やかに行こう、今日は、今日は穏やか配信だよ。あの おいとか言わ、絶対言わないから、今日は本当にもうみんな昨日わーって盛り上がってお疲れ様、まあ、ある意味お疲れ様ですかいでもさ、まああるわけじゃん、あのしっかりお疲れ様ですかいとはさ、あのここであの話はしてないけどさ、あのなんだ、今私何話そうとしてないの、お疲れ様ですかいじゃないけど、またさここでさおいとか言ったらさ、せっかくお疲れ様会だけどあの疲れちゃうじゃん、本当に疲れちゃダメだから、だから穏便に穏やかに行こうぜね。マクヤさんシューティングスターありがとうございます。ザッチ君もハートありがとうございます。いつになく真面目です。あ、なんだと、いつも真面目だけど、え、うん、あ、いけないいけない、穏便に行くんだった。え、穏やかというかギフトもらった時のリアクションがぶりっこになってる気が、ぶりっこじゃないし、心を落ち着かせて、あ、なんかさっき誰かからさ、なんだっけ、なんかアバターのことなんか言ってたな、誰か拾い損ね、あ、アバターの体書いてみた、書いてないです、書いてない、そのメッセージは来ました、いついつまでにあの提出してくださいねっていうの、なんかまだちょっと期間あったから、さすがに昨日の今日ではやってないです、今日は別のことをしてましたので、はい。アバター楽しみにしててね、ちゃんともうしっかり書くから、ちゃんと書くから、早く着替えたい。面白いコメントだね。早く着替えた。ああ、こういうのにね、座布団あげますよね、1枚。はい、どうぞ。別のこと、スプラじゃないです。今日は1週間ぶりにお家を出ました。お外に出ました。寒かった。今日は。超寒かったね、今日。びっくりした。コンビニじゃないわ。家から出ました、久しぶりに。こんばんは。常に明日は絶対快晴ですと言い張る気象予報士はどうかな。訴えられそう。くしろリラーさん、明日絶対快晴って言ったのに雨降ってんじゃねえかよ。他の天気、他の気象予報士、ハロー、傘お忘れなくって言ってほしいんだよって。ってなりかねんよ。
でも明日は絶対快晴、快晴でしょう。いや快晴、快晴ですだったら快晴になるとは言ってないからいいのか。ニナッチに日本酒あげたい。私日本酒飲めん。一口というかあのちょっと飲んだだけでなんか味があの苦手ですね。味がだから飲まん、よう飲まん。気象予報士にならんと責任ある発言はできんよ。それな、スタバの桜白玉なんちゃら、あー私も飲んだよ。ストロベリーの方とあとなんだっけ、カシスの方。カシスの方美味しかった。桜のあんま普段食べないけど、毎年出ても食べないけど、なんかあの白玉に惹かれたね。白玉と八つ橋に、それでめっちゃ飲んでみたいと思って。カルーアミルク、あーめっちゃ甘いやつやろ。あーそこまで甘くなくて、それならジンジャーエール飲む。うん、特別このお酒が大好きでさ、このお酒ないとやっていけないんだよっていうのはないね。私はそこを必要としてないかも。ウーロン茶あれば十分。気象予報士は予報原稿作成に必要、発表は誰でも可ですとプロが言ってます。気象予報士バタヤンさん、お天気の相談はお気軽にってだって。だから気象予報士さんが丁寧にちゃんと作っていただいてるものを読む分にはいいってね。はい、だってさ、あなたの心に快晴をお届けする釧路里奈ですくらい言ってほしい。おお、素晴らしい、素晴らしい、あのキャッチフレーズですね。採用。いつかそれ言う日が来るといいな。あなたの心に快晴をお届けする釧路里奈、なんかあーお届けするじゃなくて、あでもそれだとアイドルっぽくなっちゃうかな。あなたの心に快晴をお届け釧路里奈です。りなちゃんが予想したなら許しちゃうかもしれない。だって甘いな私に。甘いな、やっぱ、まあ、ワインの方が飲めるかな。めちゃくちゃ美味しいって思ってはないけど。嵐を呼ぶ釧路里奈です。やだよ、嵐呼ばないよ。嵐なんてめったに起こるもんちゃうから、快晴の方がいいよ。それなら声作ってますねって、いや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 、はいせーのいいんじゃんほいってそのテンションだったじゃん。座布団300枚、え不採用だから全然あのあげません。みなっち人魚姫みたく泳げる人、いやそれがさもう数年どころか中3以来泳いでないよ。あ高3の時に一瞬ハワイの海で平泳ぎできた、いやしてないな。そこまで深いとこに行けなかった。浮き輪持ってたもん。いや本当にあの市民プールとかで泳ぎたい。ってか泳げんのかな今も。みんなはどう？
泳いでる高校がプールの授業なかったからさ、泳ぐことがもうなかったんだよね。だから中3の感覚で行ったらいけるけど、でも体力的にも中3の体力はもうないから、中3はね平泳ぎを得意としてめちゃくちゃ泳いだけど、50メートルくらいなら余裕を、だすごいと思うよ。50メートルは寒い島ではね泳いでないね。あの時はあのあれよ、化粧してるしさ、髪の毛も乾かすことになるじゃん。そうなるとちょっと大変だから、あの泳いでないね。うん、寒い島は楽しかったな。寒い島、寒い？座布団マイナス100ですね。はいはい、マイナス100です。もうこれは寒い島は、え、でも暑くも寒くもなかったかな。スコールが降るくらいでびっくりした。私の撮影の時だけ雨降るの、えみたいな、何ってなったよね。市民プールでガチ泳ぎしたいのめっちゃわかる。分かってくれる？そうなのよ、市民プールね。そう、市民プールうちどっかあんのかな。温水プールとかでもいいからさ、なんか泳ぎたいなそうそう、ガールズペディアで行った寒いと、あれはすごい良かったよ。久しぶりに飛行機乗ったのも楽しかったし、どこのあれ空港だったんだろう、あれ乗り換えたかな。寒い島までって乗り換える必要ある？乗り換える必要ない？どっちなんだろう、わかんないけど、その海外のマクドナルドが、あってさ、空港にそこで頼んだ飲み物がめっちゃ大きかった。あとは現地に着いてからはフォーを食べたり、あと体式のマッサージですかをスタッフさん含め全員で受けさせてもらって、めっちゃ良かった。あれで宿はホテルじゃなくて、あれなんていうの、ホテルじゃないの、ホテルじゃない、あれはなんていうんだろう、わかんない、あれなんて言ったらいいんだろう。でもとにかくタオルはすごいいい匂いだった。いい匂いすぎて、コテージって何、旅館、いやなんかね外なの外なんだけど、え、何、イメージはアパートのめちゃくちゃ豪華版、あの作りはアパートみたいな感じなんだけど、アパートにプールがあって、で中もめっちゃ綺麗で、でも作り 見た目じゃない、作りはアパートと同じ、わかる？だから外なの、あのロビーとかあんまないわけ。そう、でもなんか本当に超いい匂いでさ、だからスーパー行って柔軟剤買ったんだよ私。コテージだって、後で調べてみるよ。いや、マンスリーマンションじゃないの、違う、本当ホテルなんだけど、いわゆるなんつうの、
日本でホテルですって言われてるようなああいうホテルじゃない。寒い島を寒いっていう字と島の寒い島、これは近年まれに見る本当に面白くない謝ってますけど、もうなんで？わあすごい。すみませんって自己回収しないで。本当に。自己回収する前に私が言うから、もう自分で言ってすみませんって言っちゃダメだよ。面白い。これはユーネクッチはもうザブトンマイナス。まあ初めてなんで500で、はい、初めてなんでね、はい、わろたじゃないのよ、笑うな笑うなってやばいね、ひどいね、私今言ったこと最低、ごめんなさいにおかしいな。寒い島はあれやね、タイの方だよね。詳しくは知ってないんだけど、けどいわゆるタイパンだったりとか買ったし、ワロタへのツッコミにワロタ、ああいい返しが思い浮かばない、くわーうわー、ワロタへのツッコミにワロタ、うわーダメだ、調子が悪すぎる、ファントムに私の座布団引かれそう、いやいやあかんわ、今履いてる、全然タイパンじゃないっすよこれ。寒い島ならバンコクのスワンナプーム国際空港で乗り換えたんじゃない？なるほど。もう全然覚えてないね。あでも写真撮ったかも。なんかひまわり畑みたいな空港で。なんかそんなこともあった気がする。で屋台じゃなくてなんだっけ、いっぱいお店が並んで夜市とかみんなで行ったり、シンガポール空港だったんかな、もうだってあれ2018年だからさ4年前、もうあんま覚えてないっすわ、4年前の今頃は2つ止まりの稽古めっちゃやってた頃か、うわー、そういえば寒かったな、こんばんは、こんばんは、のんびり配信してます。これ今さホワイトデーの期間でさ、ホワイトデーじゃん、いつまでなんだろうね、なんかまるでプリキュアになった気分、2人がプリキュアマックスハート、プリキュア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 プリティでキュアキュア、二人はプリキュア。2019年までがコロナ前ですからね、いわゆるね、ドンブラーズ、あー見てないなあ、面白かった情報ありがとうございます。
サムイ島の時って海行ったっけ。海はね、海は行かなかった気がする。プールだけだったかも。あの時ね、そうガールズペディアの撮影前にコードブルーの仕事をさせていただいて、そのままあれフジテレビの曲だったかな、曲からタクシーで駅じゃない空港まで行って、でってやったかな。あれなんかああ仕事って感じでめっちゃ良かった。ああハワイの修学旅行の海、ああハワイの修学旅行の海、なんか上着着てたっけ。私着てないよさすがに。なんか写真載せなかったっけな、あんま覚えてないな。明日4時起き報告どうも。頑張って起きてください、頑張って起きてください。あれはびっくりしましたよ、まさかリナッチがコードブルーで呼ばれるとは。私が一番びっくりしたわ。突然あのスタッフの方からコードブルー好きだっけみたいな、え、はい好きです、見てました、こういう仕事あるけど出れる、はいはいって言って、何だっけな、私がブログかなんかで書いてそれをそのコードブルーのその関係の方が見つけてくださって、んでそっからあのスタッフさんでマネージャーさん経由で、で私に話をいただいたと。あれはすごかったな、なあ、 あれはすごかった。ああ、ガールズペディアはあれですよ、寒い島で、そうそう撮影しました。そう発信するもんだよなあって思ったね。で直前までさ私も言えないからさ、もう何が何だか何のことかもう分かんないよね。うん、まずフジテレビの曲に行くことすらすごいなって。フジテレビに多分その時が初めてかな。 FNS 歌謡祭とか出てないよね私。出てたとして出たっけ、出てもフジテレビだったっけな。いやでもなんか記憶があるようなないような、うん、あ大昔の宇宙船もそうね、初期にその好きだなりたいとかいろいろ言ってて、それでそれきっかけだったと思う。うん、端からどんどん発信していこう。そうだね、見てるドラマもいっぱいあるしね。ああ、何が起こるかわからんもんやでな、ほんまに。だから本当に NMB にいる間はたくさん貴重な経験をさせてもらったからさ、普通なら全然行かないようなさ局、テレビ局にさ、
いけるもんだからすごいよねあれね。特撮ヒロイン、センターヒロイン、いつかなる、なるから頑張るから、会った時は絶対見てくれよな。来年シリーズこそ、来年シリーズだったらもう決まってんじゃない？いつかいつか。ね。だ、全曲を制覇したと思うなあ、私は多分。ありがてえな、本当に本当にね、頑張りましょい。はい、クイーンベリル、クイーンベリルってえ、クイーンベリルって誰だ？え？私もあなたのおかげでいろんなところ出かけることができました。ああ、ライブとか？あとはあれ、握手会とか？ってこと？私に出会ってなかったら、まあ、そんないろんな会場も行かないだろうしね。遠征とかした？みんなって、みんな遠征した？遠征楽しかったな。そうかそうか。でもなんかそういうライブもそうだし舞台もそうだけど、見に行く日ってめっちゃワクワクするよね。なんか思うわ、だって自分がさ所属してたさグループだったのにもかかわらずさ、めちゃくちゃ楽しみだったもん。はぁ、大阪城ホールだ、来たーってなるもん。すっごいそれは思う。関東民にとっては大体遠征、あーそっかそっか、そうだよね、大阪まで、あー大阪、広島、福岡、東京、埼玉をいっぱい行ったね。ね、本当に だからたまにさ、みんな本当にどこの人なんだろうって、どこに住んでる人なんだろうって、全員のことは把握できなかったな。公園行くのが遠征です。なるほど。遠征の前日は楽しみで寝れなかった。遠足みたいだね。遠征しすぎて年30回くらい大阪行ってて、すごいやん。もうえ1年に1年で1ヶ月に2回とか2回以上とか、まあでもコンサートとかね、握手会が重なったらね、何度も行く機会があるとあるでしょうね。おたともさんと集まるのも楽しみだったよ。いいね、いい、すごくいい。うん、あー環状線の電車が来る時の音を覚えた。うん、環状線ね、私たまにやっぱ今でも反対になっちゃうから、環状線も好きじゃない、わからない。福岡、神戸の日の言葉で出身はわかんないね。もうだってよっぽどなんかなまってたりさ、何々ととかなんか言ってたらさ、もしかしてって話せるけど、
そこまで頭回ってないの私多分。10秒以内にいかに私も返せるか、限られた時間の中でお話をするにはね。私は名古屋です、知ってる知ってる。名古屋だったらちょうどいいんじゃない、どっちもどっちも行ける。まあ東京の方がちょっと遠いけど。AKB 近いのにナンバー推しだから。なるほど、まあ近いに越したことはないけどね。チーム M の広島公演楽しかった、宮島とか行った。ああいいね、そのなんだろう、遠征ついでにそこいろいろ回れるっていいな。だってもう私たちの場合は早朝に行ってリハして本番を終えてその日に帰れたら帰る、帰れなかったら泊まってもう次の日すぐ帰るみたいな、それが当たり前だからね、すごいいいな。わわ降ってる、クッキーいただきます、クッキーいただきます。パタヤンさんありがとうございます。遠征の楽しみの一つにご飯もある。おーなるほど、ご飯かいいな。なんか調べていくのかい。あーご飯か、なんかどっか行っても私結局なんかいつもマックとかになっちゃうなんかもう探すのめんどくさくて、なんか行ったとしてももう知ってるお店か、なんかわかるお店で食べて終わりみたいな。うん、ご飯、福岡ラーメンうまかったな。あー福岡ね、ラーメンいろんなとこにあるじゃん、あれ悩むくない。うん、情報 2days の時2日目朝からユニバ行ってすごっ、ユニバか、行きたい行きたい、ユニバ元気だね。もうでも大阪に行ったらもう行ける時に何かやったろうな、どこ行っとこうみたいな、やっぱあるよね。うん、チェーン店分かる、分かってくれる。うんなんか結局サイゼリアで行っかみたいなんとかさしっかり調べてから行くタイプ、偉い。私の分も調べてもらおう。神戸のラーメン屋さん、なんて読むのそれ、何、降臨、降臨してんのかな。握手会で何々食べたという報告してたのが懐かしいね。ね、なんかね、いろいろ話したよねみんな。毎回なんか同じようなさ、ほう、あの何、なんつったらいいの、もうその人と話す内容が大体決まってくるわけ毎回。今日はこれだった、これだった、何々だった、何々だった、あーそれがさ、あの時の話さみたいな、それ面白かったな。ゆうかちゃんハートありがとう。うん、天孫降臨、天孫降臨、オッケー。なんかさ、ちょっと前にさ、なんだっけ、豚の星っていうラーメン屋さんさ、結構前だけど、ここのショールーム内でさ誰かが教えてくれてさ行こうと思いながら、結局ねその尼崎だっけ、そっちに近くないから
行くタイミング行こうって思って行ける場所じゃないからさ。だから行きたいけど行ってないで、天孫降臨ね、オッケー、調べてみる。難波周辺のサイゼと取り木は、あ、そう、私サラちゃんと行ったな、どっちも、サイゼも取り木も。じゃあ知ってる人いたかな。横浜吉村屋のラーメン、へえ、並んででも食べるんだね。なるほど。でもうすぐ45分になるし、12時になるし、そろそろ終わろうかな。そろそろ配信を、本日の配信を終わろうと思います。こんばんは。なっちゃん、いい意味で昔から変わってない、いいね、ありがとう、ありがとう。また来ました、ありがとうございます。配信、はい、また来てください、そろそろ終わるのでお願いします。お、マッキーさん、星降るに50カウントしてくれた、あ、どうもどうもありがとうございます、ありがとう。ってみんな、ありがとう、お決まりの優しい口調できついとかも好きやって、きついだって穏便に行こうよ、何、穏やかに行こうぜね。でもね、終わりの時間なのだから、また明日会いましょう、会いましょう。今日は圧が足りない、だから今日は平和な配信ですからね。気失ってました、大丈夫ですか、え大丈夫。明日の予定は明日決めるので、明日が私何しているかもわからないので決めません。決めない、決めない。今来たとこなのには大嘘つき。明日はもう平日か、みんなお仕事の人頑張ってね、頑張ってね。いやー、でも私が平和なおかげでみんなも平和で何よりだよ。いやー、ではライブランキングを読みたいと思います。13位かずりさん、12位ラブニャン、11位くにやん、10位ゆうかちゃん、9位、よしあきさんかな、はい、よしあきさん、8位とんちゃん、7位わくやさん、6位しろうさん、5位やまちゃん、4位バタヤンさん、3位マッキーさん、2位がまさくん、1位がライライでした。ありがとうございます、ありがとう。終わりだよ、しろうが寝てる間に。お疲れだったんですね。明日も遅刻配信かどうかは明日の私が決めます。はい、いやー、みんな今日も来てくれてありがとう。また明日すると思うので会いましょう。ほんじゃ、ほんじゃ、いや、また同じくらいの時間かどうかわかんない、今日はね別の用事があったんでね、今日は遅いですけど、明日はわかりません。夕飯を食べる前にやるかもしれない、夕飯を食べた後にするかもしれないし、起きてからやるかもしれないし、起きないかもしれないので、はい、ではみんなおやすみ、
最後に圧をかけよ。いい夢見ろよ。